会、はい、メンバー、こんにちは。一般社団法人会科 GP の村松大輔です。今日はですね、体調悪いなって思った時に、どういう風にしていけば、量子レベルでどん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 良くなっていくかと。この体調悪いな、なんか頭痛いなとかですね、えー、目がかすんできたとかってなってきた時に、どう判断すればいいかなというところ、その素粒子群からのですね、物質化現象がどうなってるから、だからどうしたらいいかというところのお話に入りたいと思います。では、画面の共有に入ります。体調が悪い時に、 量子レベルでで引き上げていく方法です、ね、このよくありがちな、ですねこのちょっと目がかすんできたとか、頭痛いな、微熱があるかもみたいなとか、お酒飲みすぎてねお腹胃腸の調子があっていった時に、瞬間的にどう考えて、どう行動するかというところです。 まずやっちゃいそうなのが、あーなんか困ったな、目薬買わなきゃとか、もう年代な、年代なとかですね、歯、はあ、だめだなーってこう、まあ、群馬弁なんですけど、歯、はあ、だめだなーって思ったり、この薬行かな買いに行かなきゃとか、病院行って見てもらわないとっていうふうに、瞬間的にすぐに、えー、二次感情としてポンってこう感じてしまうかと思うんですが、この時どうしているのかなというと、 体調調子の悪いところ自分の細胞胃腸とか頭とか目に対してあダメだめないなとか薬薬ってこうだあの自分自身に対して自分のお体に対してダメダメフォトンをぶつけてるんですねで私たちの体っていうのはこの細胞があごめんなさい体があってそのミクロが細胞でそれらは全部ここの細胞膜が炭素原子でここは水 H2 を 水素と酸素。で、この中に DNA。DNA も炭素の集まり。なので、これらは全部原子、電子運原子です。で、その中に陽子中性子があって、紐があって、全部ゼロポイントフィールド側から紐が現れて、で、細胞が現れているので、全部このエネルギーの結果ですよと。で、体は物質があって、 で私たちの感情はこの電信を飛び交っているフォトンという素粒子だと。これアルバート・ボップ博士がこの意識感情は光,光だと、フォトンだというふうに言っています。で、ゼロポイントフィールド側が愛感謝の周波数帯ですと。で、自分のいろんな出来事、目が霞んできたとかね、この胃腸の調子がとか、頭が痛いという出来事があります。それに対して自分が、あ、もうダメだ、ダメだとか、何もこう気持ちをかけずに。 えー、ダメだという形だけぶつけると、ダメダメポトンをぶつけてしまうと。で、その体、そうすると現象がダメダメをどん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 物質化してしまうと。なぜならば素粒子の周波数の結果、物質になっていくので、で素粒物質というのは素粒子の集まりでしかないのでですね。で、自分がこのかける意識をあどうにかしなきゃって思うと、どうにかしなきゃでこうやっていくと。で、今までずっと目とか 胃腸とか自分が知らない間にずっと努力、まあ努力というかね、えー、機能してくれて自分が見えるように消化して体がずっとき、えー、保てるようにして動いてくれてるとわ、ありがたいなという周波数をぶつけます。そうすると胃腸とか目に対してありがたいなっていう物質化現象をしていきます。なので調子が悪いなって思ったら、 あダメだっていうふうに意識したり、病院行かなきゃっていうふうに心、体の声も聞かずにやってしまうんですが、あ、こんだけ自分のために働いてくれてるんだと、ありがたいなというふうにやっていくと。でどの周波数を響かせていくかで、物質化現象が変わってきます。榊原先生、えー、心臓外科の世界的な権威の方だったんですけども、この方も、お医者さん、外科医は 切ったり縫ったりすることはできるけれども、治すのは医者は治してないと。誰が治してんのと切り口のところを縫ってで縫い、縫うことはできるけれども、誰が治す、細胞と細胞同士がいつの間にかくっついて糸を抜いても、この開かなくなるというのを誰がやってんるのといったら、自然の力、紙の力です。つまりゼロポイントフィールド側のものが働いていると。で、尾渕良治先生も自己治癒力だと。 自己注力が治してくれてる医者は治してない自己注力だというふうに言ってるんですねだから自己注力自分,の、あのー、自分のゼロポイント側からのエネルギーが湧き上がりやすくしてあげるということです例えば仮にですね話が変わってあなた自身が親からの愛情がこう付属していてで私のこと見てもらいたいのにと思ってこうイライラして暴れたとしましたあなた自身が暴れたとしてでも親は 全然私の気持ちもみなす、あなたの気持ちも組まずに、あ、なんかうちの子おかしくなったと、変だ変だと、診療なんか連れていかなきゃと言って、そのまま病院連れて行ったら、あ、入院ですと言われたと。で、うつの薬飲んでくださいとかってなってしまうと。ただ、あなた自身がどう感じるでしょうかと。そうじゃないんだよって。もっと、あ、お母さん、私のこと、私の話聞いてよとか、あ、それ大変だったね、苦労かけたねとかって、ねぎらってもらえた方とか。 だと思うんですねそうすると、この気持ちがスーッと収まると。みたいに、実は自分の体もですね、あなた自身のお体も毎日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 ,毎日、努、まあ、力というかね、この機能を働かせて、あなたのために働いていますと、夜中でも。で、親、その持ち主であるあなたが何の感謝もかけずに、自分の子供の声みたいに体からの声も聞かずに、 おかしくなってきて、うちの子が暴れてきたと、体が暴れてきたと。言ったら、病,気病院、病院って言って、あじゃあ薬,薬をかけて終わりっていうふうに、体ちゃんにやっちゃってると。そうすると、体ちゃんがそうじゃないんだよって、もっと私の声、かね、この胃,胃の声、私の声聞いてよというふうに、体ちゃんが暴れちゃう。だから心の声、体の声、細胞さんの声を聞いてあげる。で、ねぎらいをかけると、高い振動数がかかるので、 物質化現象が高い物質になってくるということです。なので、体調が悪くなったときのみならず、普段の日常もですね悪くな,いなる前から、ですねまず体の声を聞いて、で日頃、への日頃一生懸命体が動いてくれていることへの感謝を響かせてあげると。で、その後であの病院に行かれるなり、お薬を飲まれるなり、ご自身のように普段されていることで構わないんですが、 そこもせずに病院だとお体がどん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 このダメダメフォトンをぶつけるので細胞がどんどん悪化していってしまうのでこのまずあれおかしくなってきたなと思ったら今までありがとねご苦労さんっていうふうにやっていっていただければと思いますまとめると物質はエネルギーの結果周波数の結果ですね あなんか調子悪いなと思ったときに、高い周波数で洗い感謝を響かせていくというふうにやっていっていただければと思います。私自身も目がですね、なんかもう、あのー、すごいしばしばするとかってなってくるんですね、最近。で、その時に、あのー、目薬とかって思ったんですけども、あ、そうだ、感謝してないわと思って、お風呂に入ったら、あのー、目にですね、こう、手当ててですね、ここに、 あのニョ心境をかけてるんですね。ガンジザイボザギザイニハラミタジっていうふうに、目で手当ててあり,ありがとうの思いをかけながらっていうふうにやってるんですね。とか、お腹の調子悪いときはお腹に手当ててですね、こう,こういうふうにして、で、まあ、祈りのを響かせたり、ありがとうを響かせたりっていうふうにやってるんですね。で、それをまあ日常的にね、私も意識しなきゃなというふうに感じています。ぜひ皆さんがそうやって体調悪いなと思ったときにダメダメをぶつけるんではなく、 その前に、まず、ありがたいなと、メッセージくれてるなと、教えてくれてありがとうと、日頃ありがとねと、いうふうにありがとうを響かせていっていただければと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。よかったら、チャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。